スコット・ダグラス・スクーター・アルトマンは、アメリカ海軍のテストパイロット、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。スペースシャトルによる4度の宇宙飛行を経験し、4度目のミッションである STS-125 は、ハップル宇宙望遠鏡への最後のサービスミッションとなった。リンカーンで生まれ、アリゾナ州ツーロン出身のジルシャノン・ルーマーと結婚した。 彼らには三人の子供がおり、第二子のアレックスは2009年5月にテキサス州ヒューストンのライス大学を卒業した。故郷は北京で両親であるフレッドとシャロンが現在も居住している。姉妹のサラバーズリーはビーナス人氏の出版社である。1977年イリノイ州北京の北京コミュニティ高校卒業1981年イリノイ大学で 航空宇宙工学の学士号を取得1990年海軍大学院で航空宇宙工学の修士号を取得1981年8月に少位としてアメリカ海軍に入隊し1983年2月に海軍飛行士となったミラマー海兵隊航空基地の第51飛行団に所属しアルトマンは海 -14 で西太平洋とインド洋に 合計2度展開した。1987年8月、彼は海軍大学院のテストパイロット学校への入学者に選ばれ、1990年6月に優秀な成績で卒業した。卒業後の2年間はテストパイロットとして様々な海 -14 のプロジェクトに関わった。アルトマンはサザンウォッチ作戦におけるイラク南部での攻撃支援の功績によって、 エアメダルを受賞した。この6ヶ月間の遠征から帰還した直後、彼は NASA の宇宙飛行士プログラムに選ばれた。彼は40種類以上の異なった飛行機で7000時間以上の飛行経験を持つ。また映画トップガンでは様々なスタントを行った。アルトマンは1994年12月に NASA によって宇宙飛行士の候補に選ばれ、 1995年3月からジョンソン宇宙センターで訓練を始めたと言われている。1年間の訓練を経て、彼は最初に着陸の際の技術に関する仕事に配属された。彼は1998年の STS-90、2000年の STS-106 で操縦士を務め、2002年の STS-109、2009年の STS-125 で、 ミッションコマンダーを務めた。アルトマンは4度の宇宙飛行で合計40日間を宇宙で過ごした。2010年に NASA を退職し、グリーンベルトの AS 区リサーチテクノロジーソリューションズに加わった。アルトマンと STS-125 のメンバー STS-90 は16日間のスペースラブのミッションで7人の乗組員は 脳と神経系に対する微小重力の影響に関する26個の生命科学実験を行った。STS-106 は12日間のミッションで国際宇宙ステーションが最初の長期滞在の乗組員を迎えるための準備をした。STS-109 はハップル宇宙望遠鏡の4度目のサービスミッションで電源、カメラ、太陽電池を新しいものに更新した。これは 4人の乗組員による5日間にわたる5度の船外活動で行われた。STS-109 では262日間で地球を165周し390万マイルを移動した。STS-125 はハップル宇宙望遠鏡の子めで最後のサービスミッションで新たな2つの機器が取り付けられた。また少なくとも2014年度中は稼働するように6つの ジャイロスコープ、二つのバッテリーユニットも交換され、熱防護を高めるために、新しい耐熱ブランケットが取り付けられ、さらに寿命が来た際に無人機によって脱起動させられるように、ソフトキャプチャ機構が取り付けられた。このミッションでは、IMAX カメラも運ばれ、将来の IMAX 映画のために、ミッションの様子が撮影された。ありがとうございます。